こんにちは、高田大河です。今回の勝手に考案僕らの県民丼は新潟編です。じゃあ北陸ですね、日本海に面して名産品は笹団子とやっぱりお米ですね。上に乗っているのは上杉謙信公です。メインとなる食材調味料こちら、とちおの油揚げ、もう厚みがあって有名ですね。それから缶ずりです。唐辛子を雪の中に埋めて辛みを抜き、で麹と柚子、それから塩で作った調味料ですね。こちらを使って作っていきます。今回作るのが缶ずりのっぺ丼。さあどんなものができるんでしょうか。早速作ってみたいと思います。野菜食材を切っていきます。まずは人参、皮を剥いて短冊切りにします。里芋、次剥いていきます。使うのはスプーンでやります。こんな風に持ってここをこすると簡単に皮が剥けます。これだと余計なゴミ出なくて簡単ですね。人参と同じように切っていきます。次はこのしめじ、石突きを取って手でばらしておきます。さあこちらタケノコ、細切りにしていきます。鶏肉、今回はもも肉を使います。こちら一口大に切っていきます。さあ次にカットするのはこちら、とちおの油揚げ。こちら手作りなので揚げるときにここに串に刺した穴が開いています。これがとちおの油揚げ特徴ですね。縦に半分に切って、じゃあ2センチ幅で全部切っていきます。それからこちら貝柱、この大きさだとちょっと大きいので4等分にします。小ぶりなものだと半分に切ったりそのままでも大丈夫です。ではまずはサラダ油大さじ1杯ぐらいですね入れて、鶏肉を、皮目を下にして軽くソテーします。この時一緒にとちおの油揚げも入れてしまってください。火はだいたい中火で少し焼き目がつくまで焼いておきます。鶏肉皮目がこれぐらいですね、うっすら色がついてきたところで、これで余計な油が落ちてくれます。これ鶏臭さがだいぶ抑えられますね。先ほど切った里芋と人参入れていきます。醤油、それから砂糖、そして水を加えます。ここまで入れたところで火を弱火にして煮ておきます。人参と里芋、少し食感が残るぐらいまで火が通ってきたら次の食材入れていきます。銀杏入れます。それから細切りにしたタケノコですね、石突きを取って手で裂いたしめじ、そしてホタテです。材料を入れたらまたしばらく煮込んでいきます。タケノコ、しめじなどに火が通って味が染み込んだら最後缶ずりを入れます。お好みで量は調整してください。今回はティースプーン半分ぐらいですね入れます。さあ入っているものが麹、唐辛子、それから柚子と塩、柚子胡椒と入っているものは似てるんですけど、こっちの方が雪で辛みを抜いている分、シャープな辛みはないです。じんわりと辛さと旨味が広がってくるのが特徴ですね。さあこちらのっぺが出来上がりました。もともとのっぺは新潟の方では冷やして食べることが多いんですけども、まあ、もちろんあったかい状態でも食べることはあります。今回は温かい状態で盛り付けに入ります。本来こちら煮物なのでご飯の上に乗ることはないんですが、今回は乗せていきます。刻んだ青ネギと最後にのっぺの仕上げイクラを乗せます。これで新潟の新しい丼、缶ずりのっぺ丼の完成です。では早速食べてみたいと思います。いただきます。今回鶏肉、それから貝柱、イクラ、もう海の幸、山の幸いっぱい入ってるんですね。それを缶ずりの辛みがまとめて引き締めてくれてとっても美味しいです。うま辛です。辛うま、辛うまですね。タケノコの食感と銀杏の香りもとてもいいですね。さあこちらの缶ずりのっぺ丼、新潟の美味しいものたくさん詰まってます。ぜひ皆さんも作ってみてください。